何のこっちゃわからないかもしれないけど、ここの空間を見ていきます。でもう耳のところで途切れた僕の体が何か異常があるところを見ると、投射されて僕の体が歪むんです。でここ耳のところで、ここの肘のところ肘と、こっちは肘と、でこっちはここで、僕は色は見えてないです。とやっぱり肘、よくあるのがここの溝内の部分が結構歪みが大きい。でオーラを見る前に認識療法なんで、あ、こっちが高いですね。これはあのチャクラの矯正と一緒です。認識してもらう。より神秘的に、右の方が高い。はい。はい、抵抗してください。あ、次。あ、こっち弱い。というのが分かりました。で、オーラの色を当てはめていきます。で、血管のあるところ、ここ穴が開いてる、ホールがあるところ、ね、で、ここに色を入れ、もうここ見ただけであれで、まずまあ最初はもう下からずっと入れていって、で、実際はもう大体感覚でその人の色、その人この色かなと思う色から入れた方が早いですけど、まあまずは練習として、はい、赤、違う、もうオレンジ、もう一回目、まあとりあえず上行きますね。で、ああ、オレンジ黄色、この辺でした。で、はい、これ見てください。あ、でもう動いたのも分かるんです。これを見せただけ。もう今動いてない。で、これで整いました。お、もう絶対こういう風に、だから自分でやるときにはここにオレンジをイメージするだけで整う。これを動いた。あ、逆になった。ほら、これ逆転したやつ、こっちが高かったやつ。あ、今のは動かなかった、動いたのは見えなかった。やだやだやだ、触られそうになるだけでもわってなるでしょ。で、オレンジじゃなくて今度黄色でやろう。黄色も良かったんで、あ、整ってます。もうこの距離で整ってます。あ、もうこれは触っただけでも。だからこれで普通に斉藤先生は、わ、人にめちゃくちゃ優しいから紫ですよねみたいな、人気遣いがあるし、と印象的にはそういう感じに見えるんです。なんか紫とか紫とかでも実際に必要なのはこの黄色とオレンジで。必要なもんなんですか？ちょっとそれを調べましょうか。過剰か、これはちょっとチャクラになるんですけど、あ、出ますね。これで過剰です。オレンジ、そんなね、穏やかなね、